人類は、中国の男子バドミントン選手。身長188センチメートル。上海ココイカツ羽毛球クラブに所属。1989年、中国の湖北省慶州市佐宿で生まれる。1996年、慶州市の少年体育学校に入学。2000年、福建省アモイ市に移る。2005年、ジュニア中国ナショナルチームに選出。 2006年に中国ナショナルチームに選出。2007年7月、アジ,アジアジュニア選手権で優勝。11月、世界ジュニア選手権男子シングルス決勝で、日本の田子健一を破って優勝。2010年11月、杭州アジア大会団体戦で、金メダルを獲得。12月、中国オープンの決勝でアワビ春イを2から1で、破り。 BWF スーパーシリーズの大会で初優勝。2011年、ヨネックスオープンジャパン、デンマークオープン決勝で世界ランキング1位のリーチョンウェイを破って優勝。2012年、ロンドンオリンピック3位決定戦で韓国のリーチを破り、銅メダルを獲得。2014年、2014年、世界ワドミントン選手権大会で優勝。2015年、2015年、 世界はドミントン選手権大会で優勝。2016年、リオデジャネイロオリンピックの男子シングルス決勝で、BWF 世界ランキング1位のマレーシア代表、リー・チョンウェイを破り優勝。ありがとうございます。